川崎ケダマイナス3ケダマイナス3は川崎造船所飛行機部が第2本帝国陸軍向けに試作した戦闘機。機体名称のケダは川崎ドックヤードアーミーの略。1927年3月陸軍は旧式化した公式4型戦闘機を代替する新型戦闘機の競争試作を三菱航空機中島飛行機川崎 石川島飛行機の4社に命じ、これを受けて、三菱、中島、川崎の3社が実機を製作することになった。川崎では1927年7月に、リヒャルトフォークト技師を中心として、ケガマイナス3の設計を開始し、1928年3月に、自社実験用の1号機が完成。続いて5月に、陸軍向けの試験機である2号機と3号機が完成した。 1>, 1号機は、鏡ヶ原で、試験飛行中の1928年4月1日に、着陸時に事故を起こし破損。2、3号機は1号機の事故を受けてエンジンを呼び、尾翼形状の変更を行った後、ドイツ人のユースと操縦士をテストパイロットとして、ところーで陸軍による審査飛行に従事したが、この際にエンジン故障を起こしている。同時に審査飛行中だった。 三菱のハヤブサ型試作戦闘機が急降下飛行時に空中分解事故を起こしたことを受けて審査は中止され陸軍は三社の試作機に対する破壊試験を実施その結果いずれも機体強度が十分ではないことが判明し三社ともに不採用となったなお最終的には最も強度が高かった中島の NC が改造を重ねた末に91式戦闘機として 正式採用されている。その後、不採用となった試作機は、川崎の車輸実験機として、金属製機材の研究に用いられ、うち1号機は1928年7月に修理を完了させた後、8月から9月にかけて、川崎による飛行試験を行った。また、3号機は民間仕様の練習機に改造されて、アジア航空機関学校に払い下げられた。 機体は、川崎がドイツから輸入した、ドルニエ・ドゥ・エイチなどに版を取ったドルニエ系の設計に、基づく、全金属製胴体に基金混合骨組みハーフバリのパラソル型主翼を持つ、単容器で、硬着装置は固定脚当初は一用版の副容器として計画されていたが、1927年5月に、行われた陸軍の設計審査の際に、陸軍側から、 パラソル翼の採用を要求されたため10機の形となった。エンジンは1号機と2、3号機で異なり、1号機は BMW-6 エンジンを、2、3号機はイスパノスイザ製 450HP エンジンを搭載していた。ありがとうございます。